はい、もう行きましょう。はい、早速ね。はい、どんどん行こう。早速ね。じゃあ、はい、お願いします。早速開始。ツイートお願いします。やっぱあれ、言わないと。飛び出せユニバースユニバースユニバースで、インポスターのスタートですね。お願いします。なんだよ、ユニバースうるさうるせえうるせえただただうるさいだけじゃん。音楽が鳴ったのか。インポスさてさて、ダウンロード。カメできるだけカメカメ。ああ、できるだけはね。おあよかった。落ちたねー。ナイスー。ナイスー。ナイスー。メイヤー入ってるねー。メイヤーも入ってるねー。ああ、みんな。じゃあ、タスク。だからね、こっちは。誰か一人もう一人だからね、誰だ私だ。あ、いかんやんや。ランララランラン。大丈夫だろう。大丈夫だろう。ピカさんは優しいから殺さないだろう。そうだよ、私メイヤーだから殺せないよ。はい。何何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 何ハンブーグあめっちゃいる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 みんなハートついてるよねみんなハートついてる、うん、えキープ何人いるんだっけあ全員つけられるらしいぜ全員なんかみんなつけられるらしいよあよしたらあライトが死んでるあれ早いよヨツハヨツハやばいよ次はうちらだどういうことどういうことあのスキライトだからなるほどねライトさんがアーカイブで死んでいたよアーカイブそうだから、まあ、でみんなさ武器庫にいたじゃん武器庫から、うんうんうん、武器庫にいなかった人がいるんじゃない影丸がいなかったよ僕いました序盤はいたね影丸くんいや僕はあの最後の畑サボとかよっちゃんに見られてるはずですよ武器庫でいや、前からだったら結構あるな。あのね、俺がミーティングのところまで行けてるから、藤宮と一緒に。停電最中に、うん、あの影丸畑作が武器庫にいたのは覚えてはいるんだけど、その後だよね。てか、その後僕は、4人ぐらいで展望でナイスって言いながら直したのを見て、最後コックピットまで行って、コックピットでノスケが出てってるので、多分ノスケは武器庫とかエンジン近くで死んでるはずです。あなるほど。トマトの僕は。まあ、少なくともそこにいたのは確かに。逆に武器庫にいなかった人は誰なの？はーい、サクイいなかったよ。お。どこいたのよ。サクイはね、アーカイブメインセキュリティでカメラ見せたらね、慎太郎くんがエンジンか左から右来てるのしか映んなかったよ。10秒くらい。まああってはいる。まあでも結構アーカイブから離れてるな。じゃあライト君そもそもあの前に死んでんのか。いやでもいたよ。あのなんかワーキャーの時に。あ、いたんだ。うん。え、いた？あ、そうなんだ。声聞こえなかったっけ？いた上で。こっちにいたんや。いや、わかんない。めちゃくちゃ移動してるって確かにメインの ドアは開いてた気もするな確かに武器庫から俺まっすぐアーカイブに向かった藤畑はミーティングまで行ってます藤畑は最後ミーティング奥うんあと慎太郎さんできねえかな武器庫のドア多分エンジンの方のドア開けるときにあのいたよね慎太郎さんねそうですねそれで見られてるから、うん、ピカさんと結構ラスト10秒くらい話して終わってるからうん、ほうほうやってなさそう、ピカさんは。それを言うとね、ヨツハもヤンミと最後10秒話してる。鬼木もそこにいるかな。はい。カキさんはキッチンね。あ、僕は最後、カキオさんとキッチンにいる。うん。カキさんが最後ね。カキさんはでもできそうだよね。え、カキさん何でお前のカキさんかサクヤさんぐらい。あ、なんかローマ使えなかった。はい。気づいちゃったけどさ、ハートがいっぱいついてるからさ、これ悪夢でおじさんじゃねって推理するのできねえんだよね。今日あね。なんか笑われたんだけど。あらあらあら、闇ちゃん笑われちゃった。二人しかいないんでしょ。
インポスター陣営2人しかいないってことはもう割と白出るじゃん。な気がしますね。うん。え？頼むから。どうしたの？どうしたの？どうしたの？あ、影丸人外じゃん。え、なんで？いやいや、もう明らか人外じゃん、お前。お前覗きに来てすぐ帰ってた。いや、違う。いや、もう。やめなさい。すごい。タケオピカクロス、タケオピカクロス。今俺が行った瞬間にヤミちゃんが死んでて、うん、俺だけがキルされそうだった。ヤミさんがかわいそすぎるだろ今の。あ、それピカクロスごめん。あのタケオさん本当申し訳ない。私メイヤ。ああ、僕がメイヤです。あ、これテラドさんにこのバンタンマンにあのカミングアウトしてる。あ、まあ。僕はあのノスにカミングアウトしてたんですけど、うん、死んじゃったんで。あー、じゃあトントンだな。トントンになったか。どういう主張なの？ピカさん視点は誰がインポスターの？ね、一回整理するね。キッチンで竹尾ヤミピカクロスで湧いててワーキャーやってたら、セキュリティ方面から影丸さんが来て、うん、なんか一回引き返す動きを竹尾さんが見て絶対ご自身がいいだろうってことで二人でワーキャーしてたんですよ、三人で。そしたら黙りなさいって言いながら影丸さんがヤミさんを切ったっていう。いや違う、解像度高くしようとして勝手に、いやまず僕黙りなさいなんて言わないんですよ普段、うん、お黙りだった。お黙りだったっけ、うん、お黙りって。影丸視点は竹尾ピカな、影丸視点は竹尾ピカで、ピカさん視点は影丸で、竹尾視点は何なの？影丸ですね。うん、じゃあ攻めてるオーラしてほしいです。うんうんうん、あ、じゃあ僕ゲッサーです。お、ああ強い。あれイビルゲッサー、ノーマル忍者です。ノーマルゲッサー忍者です。ノーマル忍者。どういうこと？え、イビルゲッサーはだって今回いないよね。いない。ゲッサーもいなかったと思うけど。もう積んだんで早く釣ってください。なんで役持ちと役持ちなのそこ。ダメか。でこれ多分役持ちなの。これ狙われてる傾向的に次よっちゃんが死ねなかったらよっちゃんインポスターだってことでいいのかな。そうだね。あ、確かに。なるほどね、その発想か。いやゲッサーメイヤー相手は無理。なんで役職を固まっとるんや。どんまいや。なるほど、どんまいだったな。あら、いやこれいっぱいつけれるからちょっとどんくらいつけるか悩むんですよね。わかりますわかります、もうつけられてるけどこれ果たして本当かどうかすらわからんっていう、もう、うん、どうでしょうね。え、誰かにどこにいるんだろうか。よいしょ、ここそよっちゃんてるんだよな声が。よっちゃん人外やね。結構遠くまで人外じゃないよ、うん、聞こえる本当に。怖いよ、みんなでギュッとしよう。怖いよ、テイレンを直す。直した、直んない。直してない、直ってない。ナイスナイス。やばい、怖いやばい。あー怖いよ。あー一歩一歩その頃、一歩その頃やれる。一歩その頃チェインシフターが死んだ。なんでそんなの。ちょうど扉でバレない。これは私ほない子か、来ない子からは強いからね、私は。殺せ殺せ殺せ。勝利ってなかった。竹尾さんだけ独身。あれ？あら。ピカさんは、初手エンジン脇で、ここからまあ右。やばい。赤いズ。シャワーラヘンって声聞こえたけど。本命見つけてきないよ。まあでもなんか声感じするから。うまいな。うま。すっごい。うまいキルツする。アーカイブで最後まで見合ってたのが、四つ葉、柿畑さん。それさには難しいかなと。四つ葉の声聞きながら、停電、消防機見え直してリフト使ったら、お寺さんでだけミーティングボタン。チェーンシフターで取られたのか。ああ、そうだね。これさ、悪の凄さじゃないってか、役職見えるんでしょ。キッチンで湧いて、俺が後ろからついていってる感じになってるか。これ悪女売るしかないよ。いやそうよ、だろうが。だから俺自体は昨夜さんやる位置はほぼないのかな。僕もシャワーありました。展望で停電直してます。
で誰かと勝ち合ってたはず。あ、それがサクヤかな。触った人の右です。大悪女や、うん、はい、ね、僕序盤シャワーにいて早めにアーカイブを抜けて貨物で配電盤の一番最後真ん中上がってるの見てます。あら、はい、合ってます。早く裏切った方がいいんじゃない。武器庫ら辺で寺蔵さんの声を聞きつつ行ったから、寺蔵さんは厳しそうかな。うん、闇さん本命だと思ったんだ、藤井。僕ゲストですよ。思うわけねえだろ。全員思ってないよ。影丸を追放してる。あ、そうなんです。あ、そうなんです。影丸があんな状況でわざと、なんか。俺は寺蔵さんともラインじゃないとな。無理かな。あれ、これアーカイブ3人組は白だってよ。白。4つは柿、畑さん。これが誰だっけ、柿4つ畑さん。畑さん。うん。じゃあ、停電直した組にいるんじゃない。うん、別に僕は白じゃないと思う。あって弁当があるから貨物、うん、シャワーとかの。金太郎は貨物シャワー弁当か。遊び人だな。まあでもな。新富士崎遊び寺。金太郎か。ラインぐらいか。あ、これ作寺ってお互い無理って一緒なの？うん。いや、俺からは作屋さんは無理だけど、作屋さん視点俺がメインの真ん中とかだったら殺せる位置なんじゃないかなっていう印象かな。ほう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 。あれ、これ孤独死完全なしだっけ。みんなこれ悪女がいる。そう、あの20分間生きながらやる、うん、そうだよ。うわ、やば。うん、金太郎さんに入れてるよ。じゃないのかな。あの20分で死ぬけどね、逆に言うと。うん、確かに20分持たして殺そう、うん。もう一人がいるし悪女いるんだよな、まだな、困ったな。ねえねえねえ、これさ、インポスターだったのに急にタスクがゼロから始まるんですけど、チェーンシフターで変わると。大変や。悪女がいるんだよね。ピカさんのですね。私とかこれチェーンシフターが助けなくていいのか。ピカさんから奪ったんですけど、タスクが、ね。頑張って終わらせて。あ、キープダンギタスクが終わらん。あ、でもタスクできるんだな。ひどいよね。ねえ、こんな終わらんよ。でも終わらせないと負けちゃう。タスク減らしてもいいかも。あ、ただちょっと二重には確かに多いピカ、このタスクって第三陣営になるんですか。それ多分第三陣営に。うわ、やばい、もらっとるぞ、ユジンタロウが。あら、やっぱりまた富士山定例陣営だ。のすけさん勝った、のすけさん勝った。いやいや、そんな後なし。ありがとね。知りません、知りません。ほら、富士山定例陣営だ、これ書店は作園4つ入って定例に甘えるな、定例に。ほんとだ。結局、慎太郎、藤宮、エレキに残した印象なんだけど、どう？そのまま最後まで僕は責任入って終わってる。キープしてるじゃん。そうそう、悪魔みたいな人ですよ。藤宮君には誰も私には。貨物の方なら無理かな。うん、無理だね。でも死んでるし、4人。キルしてからキルしたって言われたあれだっけ、まあ、そう、見たタイミング次第。もう、今日テラゾーかきも今回無理だよね。うん、無理だ。テラかきで無理。まあ、テラカキから予算難しそうって出ない？まあシャワー下ってるところ見てるから、俺たちが上に行ったタイミング、うん、ほぼ難しいとは思うけど、不可能位置ではないけどちょっと難しいかな。自身が。でも四葉はさっきのキルで四葉とカキで白取り合ってるから、うん、四葉は弾いていいんじゃない？そもそも四葉とカキは3人で白取り合ってるから。え、でもまだ2インポスターで、そう、2いるからさ、あ、そうか、別の人が、あ、2いんのか、あ、そっか、3だからインポスター2いるんか、あ、そっか、だから、あ、そっか、そっか、え、3だっか、そう、今日3、僕は昇降機のところで停電直してて、メインホールぐらいの方向から柿さんの声が聞こえてるし、リフトのが右から左に動かしてる人物もあるから、ここ難しいと思う、うん、あ、これね、処刑されたらまずいわ。告発するけど、僕公園に落ちてて藤宮くんが悪女です。知ってる。やばいやばい。藤宮くん、慎太郎さん。昨夜さんだ。そうだ。慎太郎さん。俺は今どこかと作寺の方がこれどっちか。いや、4つですよこれ。どうせだって4つあるでしょ。やばいやばい。僕も恋人になっています。だから藤宮君が安定です。藤宮君、僕を釣った場合インポスターが2人残ってるんで負けます。一旦藤宮君は処刑できる。違うよ。はい、4つだよ。どうせ
おお、ギリギリ。おお、なんとか、なんとか。あぶねえ。おお。猫ちゃん。いや、修羅場、修羅場。修羅場だって。今だから助けやるけどさ、修羅場すぎるでしょ、いくらなんでも。修羅場見に行こう。心配じゃないんだよ。修羅場どこで起こってるかな。普通ヘッドでインポスターチャンスあるって感じでしょ。いや、そう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 。頼む。さ、どうなるかな。もうやってもらうしかないのよ。おお、ナイス。おりやんけ。おお、いいボタン。俺んかい。これどうすればいいの。私私どうすればいいかわからない。いや、これアタサコが一番危険人物。これサックンで連れてるならラストインポスター1だから不死身釣っても大丈夫。俺釣りはね絶対に飲めないのこれ。ただ釣って自分が本命だったらみんなハートついてる。まあ僕はキープの自信があるから全然入れられます。いや、俺もキープの自信があるから。その場合本命も連れてかれて、インポスターが勝つ可能性が大になる。どっちが本命なのよ。本命だったらどうなると思う。俺が悪女は分かるよ。俺は悪女でお前ら全員に恋人を渡している。やばい。いや、誰かに。いや、4人一郎番目になるんですよ。俺を捕まえた。ガチも投げてやるぞ。なんで取り返ってんだこいつ。ガチで終わる。いやいや、匂わせてもらっていい。とりあえず本命はさ、どういう人か匂わせてもらっていい。いや、白を出した人ですよ、僕が。強く白を出した人。インポスターで強く白。残りで1で、濃いのが4ちゃんですよね。今のところ。ちなみに皆さん、私結構厳しいってことだよ。あら、そうなの。いや、でも、咲夜くんがインポスターだった以上、テラゾーさんじゃない？多分、テラゾーさん。慎太郎でしょ。テラゾーさんが私のこと厳しいって言ったから。うん、厳しいじゃないよ。あ、もその完全には弾けない。まあ順当に行くならテラゾーさんですよね。なんで俺だから。俺はやばい。俺は切ってる。ダッシュ切れるんだっけ。切ってる。キープだ。ダッシュ切れるんだ。キープだ。今のこの盤面クルーの正解はインポスターを釣って藤宮をシェリフで切るが一番安全ではある。そうね。でも俺は4人一緒になって。だってラストルフやったら終わっちゃうから。そうそう。言葉足りないみたいな。それ悪女。じゃあ藤宮。藤宮でいいと思うんだけど。釣られるんだよ。俺クリはね、クルー負ける。俺はテラゾーさん。まあテラゾーさんテラゾーさんだったら終わっちゃうからね。俺釣ったらジンがインポスター1、悪女が残って終わるぞ。もう俺はある気がする。俺に気づいた。気づいたぞ。気づいたぞ。俺を釣った場合ね、クルーは多分負けると思う。まあ俺が釣られたらまあインポスター頑張って。やったマジで俺は自分のいいプレイあるという本命あるシーンがすごい。あ、本当の愛に気づいたな、慎太郎くん。最後に愛でも最後に気づいたぞ、あいつ。最後に本当の愛に気づいたぞ、慎太郎くん。面白すぎるわ。ガチガチで面白い。まあ、おっ、さんのボタンを押したら勝ち勝ち勝て。やれ。ああ、いやだ。まずい。シリを切れちゃう。あ、まずい。ハートの白がすごいな、ここ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 。どうでしょう、こっちでしょう。ナイス。テラゾーさん綺麗なんだ。すごい。これマジで。すごい。実際いたの。意味わからん。私と交換した。意味わからん役職めっちゃあったわ。やばい。どうチェンシューター。なんだ、なんだ。チェンシューターとメイン相手だ。ごめん。